お疲れ様、キリト。いきなりどうした、ユージは。どうしたって寝るんだよ、もちろん。いや、そりゃまあそうだろうけど、なんでいきなり俺の隣でって聞いてるんだよ。何言ってるんだキリト、そんなの普通。あれ、普通じゃないか。そりゃそうだろう、いきなり来たら誰だってびっくりするよ。それとも女の子の誰かと間違えたのか。何言い出すんだよいきなり。冗談だよ冗談、そんなに焦ることないじゃないか。とにかくごめんキリト、すぐ行くから。俺は別にいいけど、こうして友情と話をするの楽しいからな。そうかい、だったらよかった。僕もキリトと話をするのは楽しいんだ。今日もなんとなく寝る前にここに来ちゃって、なんだかそれが当たり前のことだったような気がしたんだ。当たり前か。変だよね、キリトと一緒に寝るなんて今までしたことはないはずなのに。まあ前の世界でも合ってるからな。それで他のやつより馴染んでたんじゃないか。うん、そうだね、きっとそうだ。それでここの世界には慣れたか。前とは随分違うと思うけど。いや、あんまり慣れてないよ。銃って言うんだっけ、すごく強い武器みたいだけど、今まで見たこともない形だったからさ。確かにそうだよな、普通に生活していたら手にすることはない武器だから。うん、それに何て言うのかな、世界自体があんまり馴染んでいないというか、この辺りは崩れた建物や砂漠が多いし、安らげる場所が少ないよ。キリトのそばだとなんか落ち着くけど。そうか、だったらこれからはできるだけ一緒に戦おうぜ。俺の周りには優秀なガンナーがたくさんいるから、銃もすぐに上手くなるよ。うん、そうしてもらえれば嬉しいよ。さてもう寝ようぜ、明日も早いからな。ああ、おやすみキリト。